こんにちは、ダイハッピーです。今回の動画はこちらです。宇宙刑事ギャバンのレーザーブレード魂ラボからね来ましたよ。待ち遠しかったです。ちょっとね新製品が多かったんですけども、これはねひときわでかい箱であります。ちょっと画面内に収まりきらないんですけど、光る鳴る BGM ボイス、ターゲットが大人だけあってやっぱりね相当長いんです。本当に収まりきらなくてすいません。ちょっとねはみ出してます。どんぐらいでかいかっていうのはペットボトルのお茶を立ててみるとだいたいお分かりいただけますでしょうか。かなりでかいんですよ。で横にしてもこのようなイメージ、これは2本分。レーザーブレード本体と手の形のディスプレイが入ってるんですよね。こいつは本当にかなりヤバそうです。でパッケージの裏がこちらなんですけれども、縦なんですけども、細かなスペックとか情報がいろいろ書かれてます。で BGM が主題歌が入ってるし、あのレーザーブレードのテーマ、あれが入ってる。もうそれだけでねすごく感動です。とりあえず箱がでかい。で、まあ、パッケージはあの段ボールに印刷されてるタイプですね。期待感がねかなり高まってます。そんなわけでね開けていきます。結構でかいしてる。もうおなんだこれ、レーザーブレード、いやいいですね。こういう演出にくいですね。で中はブリスタですね。おお、とんがってるよ。ボーイズトイではないぐらいのと、えなんだこれ、やべえ。あばよ涙、よろしく勇気、これ直筆ですかね。一条二列大場さん、いやこれ取説も一緒に入ってる袋ですね。いやもうダメだ、ちょっとね目が熱い。大人になってから番組からね受ける影響っていうのは、子供の頃刷り込まれたものに比べたらまあ4人というか体勢があるんですけど、刷り込まれたものっていうのはね強烈に心の中に残ってますからね。ちょっとカメラからフレームアウトしてるかもどうかわかんないんですけど、この長さがもうやばい、すごいやばい。スプレー台がちょっと分割で入ってるんですけど、もうねたまんないわこれ。うわレーザーブレードはついにこの先のとんがり具合、まあ、先端はね多少丸まってるんですけど、まあ、とりあえず長い、そしてずっしりと重たい。でボタンが1箇所、反対側にも1箇所か、うん、しっかりしてる。でもあんまり振り回したらねバキッて折れそうなんですけど、両手で持っても持てる。ここに1個のボタン、反対側にもボタン、なんか両サイドはねボタン電池の絶縁シートが入りそうな薄い隙間が空いてます。これが先端、これが光るって考えるとちょっとねどうなるのか。年齢的に一定層より上の方っていうのはもう傘でやったと思います。そしてこれがディスプレイの手なんですけど、分割で入ってますね、組み立て式。これを合わせると左手、クリアパーツでラメが所々に入ってますね。手の形、これもう大人サイズの手だからかなりでかいですよ。でレーザーブレード、こちらがシルバーのメッキですね。でかい、大人の手と同じぐらい。これがディスプレイ台にするっていうのもすごいな。でもう片方が4分割、これは指4本ですね。でこれが親指、あそうか、手の形が違うからこっちはまた別パーツの別形状になってる。はい、そして右手側のパーツなんですけれども、手のひらに親指パーツを取り付け、さらに手の甲のパーツを前後合わせます。そして4本の指を取り付けます。これで右手側の台座の完成ですね。すごいでかい、握手できます。で左右見てみるとやっぱり形状が異なります。右手がスペースシェリフギャバン、左手がレーザーブレード、そのように文字が刻印されています。中の線はあのクリアフレームで、あの宇宙刑事シャイダーのワイヤーフレームみたいな、そんなイメージですね。うわもうすごい重たい。
で電源スイッチありますね。で真ん中がオフで A モード B モードで、先ほどのメッセージカードがこちらです。アベよ涙よろしくゆき、大場健二さん、ギャバンのレーザーブレード。リメイク版もねすごくいいはいいんですけども、やっぱり個人的にはリメイク前の初代のやつですね。で取説がすごく豪華で、もうテッカテカです。なんかコーティングされててツヤがすごい。まあレーザーブレードといったらね、ギャバン、シャリバン、シャイダーで、まあスピルバンがツインブレード、ジャスピオンがブレザーソード、まあ、これ商品化されてなくて今回初、劇中で最も登場回数の多いツートンカラー、数パターンもあったんですね。そこまで全然分かんなかったです。ただ光る剣としかね認識してなかったんですけど、このスーツ戦闘用とね、なんて言うんだろう、まあ、写真撮影用のテッカテカのやつ全然違うんですよね。まあ、これはなんで違うんだろうっていうのはね、やっぱり不思議に思った時期もありました。今思うとね、テッカテカのメッキスーツで撮影はするのも結構厳しいもんがありますよね。あ、でこれがブートレグ、偽物、これゴーカイジャーのやつですもんね。アンパン大好きデンジブルーからのギャバンということでね、すごく、まあ、興奮はしましたよね。これバトルケニアの時はね、エゴスの人で食って腹壊した時のお話が一番印象的です。余談はさておき、ちょっとレーザーブレード見ていきましょう。まず電池なんですけども、2パーツっていうのがあって、それを外す、あ、この爪を引っ掛けるところがあれだ、先ほど絶縁シートを入れられそうなって言ってたところが爪を引っ掛けるところで、ここに爪を入れてカバーを外す。ちょっと慎重に行かないと怖いな。そーっと、あ、来た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 。これでカバーを取り外します。電池は単4電池3本使用です。そして蓋はネジ止め式、2箇所で止めてます。いや、すごい期待感がもうどん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 高まってます。そしてカバーを取り付け、ほんと長くてちょっと当たっちゃう。左側が A モードで右側が B モードです。宇宙刑事ギャバン、これが A モードで一乗時別モード、セリフありバージョンで、反対側が B でセリフなし。宇宙刑事ギャバン、このボタンが BGM ボタン。やっぱり本当にもう目頭が熱い。なんか最初ちょっと音ちっちゃいかなと思ったけど、もうそんなのね、もう吹っ飛びますね。で反対側にあるここのボタンがトリガーです。剣撃音が3種類とセリフが4種類ランダムでなりますので、鳴らしていきます。いや、これ感情移入度が半端ないですね。
で反対側の BGM ボタン、うわやべえ、もうこれテンションがマックスになっちゃう、これどうしよう。おお光った、やばいやばい、本当になんかタイムスリップしちゃった気分になるこれ。いやもっとなんかね、てん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 ってしてるかと思ったら結構綺麗に発光してますね。暗くしたらすごいやばいこれ。これはもう真っ暗な中でこそ威力発揮しますね。ちょっと暗いままでいじります。これはちょっと敵をやっつける前にレーザーブレード何回もやっちゃいたい感じですね。いやーハマる。これね、手をかざしてスライドするだけでレーザーブレードと名前を呼んで光る、これがもうたまんない。レーザーブレードのテーマ1曲丸々ちょっとね流してなかったので鳴らします。こんなにもう長いの入れてくれてありがとうございます。そしてもう一個のテーマ、ファンファーレ、やばい、もう本当にやばいしか言えない。でこの小さい穴がセンサーなので、ここを塞ぐ形で腕をスライドさせると光ります。これはもうね、BGM モード組み合わせると最強です。発光中にトリガーボタンを押すとギャバンダイナミック。セリフありモードの時は一条二列のセリフも入ります。で B モードがね、全てセリフなしのバージョンになります。ボタン動作を組み合わせて鉄板の流れを作ってみます。
もう本当感動です。そして約1分間何も動作しないとスリープモードに入るんですけども、その前にね1分経ったらセリフが流れます。諦めるな、そしてためらうな、あばよ涙、よろしく勇気。でセンサーの穴を3秒ぐらい塞ぐと光がゆっくりになります。これが通常の速度です。続いてもう一回ゆっくりモード、いや本当にね芸が細かいですよこれ。ディスプレイにセットするとこのようなイメージになります。もちろんこの状態でもレーザーブレードは発光します。はい、そんなわけで今回の動画は宇宙刑事ギャバンのレーザーブレードです。いいガンがいっぱい出てるんですけどもね、まあ、今年も始まったばかりなんですが、多分今年ナンバーワンになってもおかしくないぐらいの出来です。はい、そんなわけで以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。まあ、あとね結構長くなっちゃったんでね、ギミックだけの短縮版も動画作りたいなと思ってますので、そのうちやるかなと思います。でそれとあと右下にいるね、ドルギランも動画アップしてますので、お暇な時ぜひどうぞ